스타트. まさかここまでやるとは思ってなかったぜ。こりゃ正真正銘のモンスターマシンかもしれねえな。ほとんど反則だよ。見た目こそ300系そのままだが中身は別物だ。機関1354mm600V で最高速度40系じゃさすがに話にならないから。あれだけ振り回して遊んでてもこのタイム俺なんかじゃとてもじゃないけど横にしてコーナーに突っ込む気には慣れない車なんだけど、車体が短いからスピンモードが速いんだよ。言ったろバカだ。どんな車でもどんな狭い道でもとりあえず横に向けるやつなら、ああやって車の癖とか限界とかを的確に見極めていくんだ。よく見てるぜ宝塚線の2000系のバカ坂が。動力系と足回りは全部取り替え、車体にも補強を入れた。全県入場中の車でバトルさえまともに走れば十分だと思い切って手を入れた。最新のパワーエレクトロニクスを導入すれば大型車相手で十分なアドバンテージを得られる。軽量で重心の低い300系ほどバトルに来る車はない。ドライバーのテクがどうこうってレベルじゃねえよ。お前もやることがえげつないぜ信彦。そう言うなって。相手は私鉄王国と呼ばれている関西のトップを揃えてるんだ。言ってみりゃドリームチームだ。これくらいはやらないと。反則と言われよう、何と言われても俺はプロジェクト D に勝ちたい。怖いよな。つくづく頭のいいやつが本気になると。上りのコーディネートはお前に任せたからな。俺はこの8500回で8200を撃墜してやるんだ。いつでも来いプロジェクト D。 東急グループの底力見せてやるぜ。鉄道事業の掟は俺が守る。なあ文人、今度の遠征は藤原にとっては今までで最大の難関になるかもしれない。え、藤原が？そうは言うけどあいつは厳しいバトルの連続だぜ。特に東道塾との登場戦バトルなんかは。今回はあれよりもっと厳しくなるだろう。最強の敵はドライバーとは限らないからな。なんだよどういう意味だ。すぐにわかるさ。俺は寝るから長津田に着くまで隠さないでくれ。何度見ても慣れないな。これだけは不気味で。よう待ってたぜ。首を長くしてさ。お、あ、覚えてんだろうな俺のこと。偉くなりやがって。覚えてますよ。あ、何や、完全に忘れてんじゃねえかよ。それからそっちもだ。忘れたとは言わせねえぞ。誰だっけ。たく、おめえもかよ。どいつもこいつも。あ、思い出した。2800全 M 編成のシスコンの人だ。ああ、あの神戸線で絡んできたロリコン野郎か。死ねばいいのにな。シスコンでもロリコンでもねえ。っていうか、アザコンとブラコンに言われたかねえ。
だってスクール水着とか体操着とか。マジでキモいな。あれは演出であり、事実とは無関係です。でも渡さん、なんで東京に。覚えてんじゃねえかよこの野郎。デューダーしたんだ。フル。風に湿り気がある。降水確率は 50% だそうだ。チェ、あんまり雨は嬉しくねえな。コースのディティールを頭の中に叩き込んでしまえば問題はないさ。集中していけ。目標は朝までに50本だ。無理。スタンバイできました。いいですよ、ケイスケさん。よし、こっちも行こう。参ったぜ、ヘビーウェットだな。荒くくっていくしかねえな。こんな雨の中バトルだなんて、ばっかじゃないの。キモ。ああ。何？なんか文句あんの？誰？は？寝ぼけてんの？かわいい妹の顔を忘れるって何？っていうか、顔が全然違うじゃねえか。性格はあまり変わらないけど。まあまあ、渡るは鈍いから、和美が綺麗になったことに気がついてな。もう、のぶひかお兄ちゃんたら。死ねよ、おめえら。まさかとは思ってたけど、やっぱりあれか。こんなものまで引っ張り出してくるとは、なりふり構ってねえな。世田谷線をコースに選ばないくらいの理性は残ってるさ。その言い方だと、こいつのヤバさが分かってるみたいだな。正直言って、この車で2000に勝って、嬉しさ半分って気分だぜ。あいつが負けると決めつけるなよ。勝負はやってみなきゃ分からない。いや、分かる。かわいそうだが、今度だけは勝ち目がない。決めつけるなと言ってるだろ。車対車で見れば、確かに勝ち目は薄い。だけど、車を走らせるのは血の通った人間だぞ。ドライバーとドライバーの勝負になれば、何が起きるかわからない。お前はうちの下りのエースの凄さを分かっていない。理屈じゃないんだ。同じチームでやってればわかる。常識の枠をぶち破る天才ってのが世の中にはいる。なんだったら今から世田谷戦でやってもいいぜ。まあ見てろって。藤原、走り出せばわかると思うけど、お前がショックを受けるぐらい速い相手だぜ。コーナーで離されてストレートで追っかける展開になるだろう。今までやってきたバトルとは全く勝手が違うぜ。今までやってきた中で一番苦しかったバトルを思い出してみろ。自分がやられて一番嫌だと感じたことを今日はお前がやるんだ。ヒントを言うなら、例えば京一のやり方なんかは有効だ。忘れるなよ藤原、今までとは正反対の発想が勝利の鍵だ。それじゃあカウント始めんぞ。5秒前 4、3、2、1、 ゴー。
かくわからない。ストレートで言いつけって言われたって、そんなの無理じゃん。どうすりゃいい。恭一さんのやり方って、なんだっけ。なんじゃ我、やんのかこら。殺すぞこら。須藤と申します。ごわぁ。馬面はぎ。うわ、ダメだ。恭一さんのおっかない顔しか浮かんでこない。マジで怖え。藤原に対するアドバイスの出し方が前と少し違ってきましたよね。この人そうか、変わりましたよ。なんていうのか、以前はもっと単純で具体的でしたけど、それだけ藤原が成長してきているってことだ。俺はな、リーのバトルの中でケイスケと藤原にあえて課題を投げてみることにしました。藤原が短期間のうちにめきめき進歩していくのはそのおかげですよ。うつうつは感じてましたね。だけど今回はちょっとやりすぎたかもしれない。相手が悪くなし、全てを予定通りにこのために高すぎるのは藤原の前に置いてしまう。レールと車輪との接触面での摩擦の悪い匂いが一桁が一桁、ブレーキングではアンダーとオーバーのどっちかが極端に出る。どこまで行ってもニュートラルな車がありゃ結構だが、そんな車は世の中には存在しない。だってコントロールできないアンダーよりコントロールできるオーバーを初めから作っておくんだ。これが俺のやり方だ。うほほ、スラットルスラットル、この雨の中であのドリフトはすげえよな。見てるこっちがしびれちまうよ。やべえ、気力あるぜ。この人でクリアかい。2000の重量は1両がおよそ33トン。しかし相手の300系はおよそ15トン。倍以上のウェイトハンドは軽量化に勝る注目はない。止まる、曲がる、加速する、あらゆる局面において藤原には不利な条件が揃っている。今までのバトルとは違う正反対の発想が勝利となる。相手の走りとコースを見極められなければ勝つことは不可能です。こんなことは今まで一度もなかった。いや、マジで。それにしてもよくついてこれるもんだ。一定距離離れたところから振り切れそうで振り切れない。こっちが普通に走ってさえいればそれだけで終わるバトルじゃなかった。この雨がクセモンだ。この状況ならこっちが圧倒的に有利なはずなのに、俺よりも奴の方だ。リスクを冒してマージンを削り取っているというわけか。バトルはまだ始まったばかりだ。最後までその危ない綱渡りが続きゃいいがな。信じらんねえよ、300系ってそんなに速い車なのかよ。あの無敵の2000がプロジェクト D のダウンヒルエースがついていけないのか。ついつい行き渡ってダメダメがついてきた。ジデの追いついてプレッシャーかけてやりたい。恭一さんのやり方ってひょっとしてあれのことか。恭一さんの得意技って言えば絶対あれだ。あれを出すためにはどうしてもこの距離を詰めなきゃ。絶対に追いついてみせるぞ。なんなんだよ、てめえはよ。気分悪いぜ、どんどん近づいてきやがる。どう解釈すりゃいいんだ。私の8500はこの車についてこれなかった。わかんねえぜ、なぜ雨の中でこんなに速えのか。何かを仕掛けようとする気配だけがビンビンと伝わってくる。くだらないことは考えないで、おとなしくそこにいりゃいいんだ。ふざけんなよ。今、浅見の通過したってさ、4、50メートルの走りだ。
わからない。あんたなんかクラクラしてきたぜ。線が300についていけてるのは異常だぜ。アップダウンのきつい前半だけ勝負どころだったはずなのに、俺のシミュレーションはありえない事態だ。雨は俺たちにとって有利な材料じゃなかったのか。前半で決められないとしたら、このバトルもつれもさ。2戦のドライバーの計算できない能力、 100% 勝てると思っていた作戦の土台を裏付けてやがるぜ。分かる。2戦のボディ全体から伝わってくる濡れたレールに食いついた車輪が滑り出すギリギリの感触が手に取るように分かる。絶対捕まえる。カウンターのバックの仕掛けのチャンスは1回か、せいぜい2回。詰められてる。こっちだって頼りないグリップを探りながら目いっぱいやってる。これ以上はいけない。怖えんだよ。いつじゃない、それは本能だ。いっぱいいっぱいの停止信号が出てやがるぜ。一つ不安なことがありますよ。エンペラーの須藤といえば、多分真っ先に思い浮かぶのはカウンターアタックだと思うんですよ。藤原が混乱した頭でどういう判断をしているか心配ですよ。カウンターアタックは外れですからね。ふざけんなって言ってんだろうが。ギュレー、なんだそれ、逆ドリフト。その通り、カウンターアタックは仕掛けても 100% 失敗。やっぱ自分よかコーナー早い相手にカウンターは無理か。いや、そんなわけない。一回失敗したくらいで諦めんな。次が最後のチャンス。凌介さんができると言うんなら絶対できるはずだ。あいつには怖さってもんがないのか。これだけ近いと水煙の煙幕が視界を遮る。肌でさえ醜い夜の雨に加えて、俺の吹き上げた水煙で視界が絶望的に効かないはずなのに。疲れた。化け物かよ、てめえは。逃がせんか。カウンターアタックを仕掛けるチャンスは絶対離さない。水煙に遮られた視界をものともしない藤原の腰は、合同軸の第2ラウンドでブラインドアタックのマスセスナー、目から入ってくる情報が不足しているので、頭の中に浮かべるイメージでそれを補うことができる。藤原はこの能力が突出して高いのだ。コーナーのアーム、限界スピードを瞬時に受け、目印のない動きに狂いを起こす。全てはイメージだ。それこそが藤原の天才的なテクニックを伝えている原理かもしれない。いけ。バカ野郎、突っ込みすぎだ。トンネルの中はきつい左だ。助かった。何が何だか分かんないけど、すげえラッキーけど、今のミスでまた少し離された。やっぱりカウンターまでは通用した。カウンターアタックじゃないとしたら凌介さん。くっ、この先の平坦なストレートが俺にとっての最大の泣きどころなんだ。意地でもここで抜かれるわけにはいかねえ。くっそ、ダメ、マジやダメ。カウンターじゃないとすれば、どうすれば。こっちだって仲間内の対面ってもんがあるんだ。絶対に俺の前には出させねえぞ。何が何でも先に地下区間に飛び込んでこのまま逃げ切ってみせる。時間ない、考えてる暇ない。分かんねえ、行くしかない。いましたよ。
池谷先輩、俺、消えた。店にはいなくなった。バカな、ありえねえ。二子玉川までぴったりと前哨灯が張り付いていたはずだ。店が消えたの、ありえない。一体どこに消えたってんだ。まさかそんなことが。伝承塔を消し闇に紛れて、ドリフトもブロックもできない地下区間で仕掛けてくれた。文句の一つも言いたいところだが、こいつはレースじゃない。抜いたり抜かれたりの追っかけっこより、こっちの方が俺には合ってる。旧玉川線区間で前に出られたままでいられるかよ。絶対捕まえてやるぜ。そんなに差がついてるのか。はい、今は自分の走りに集中しろ。さっきから相手が見えないのはあっちも同じだ。負けることがあるのかよ。この条件でお前が。絶対俺は信じらんねえ。一体何があったんだよ。信じるも信じないも、こっちが有利なはずの中盤まで食いつかれてアドバンテージを作れず、確実に抜ける近く間でやられただけだ。ブラインドアタックはきっかけに過ぎなかった。ひょっとして300回が合わなかったとか。いや、車は申し分なかった。考えられる最高のパフォーマンスだ。相手があいつでなければ間違いなくたって。おいおい、しっかりしてくれよ。なんだよそりゃ、素人じゃねえんだからよ。なんと言われてもわかんねえもんはわかんねえんだ。どっちが早いとかそんな単純な話じゃない気がする。お前らだってあの2000には勝てなかったわけだろ。もうたくさんだぜ。俺は心底自分に自信がなくなった。しばらく立ち直れそうもねえや。あいつは何かに根本的に違う。はじめに言っただろう、発想の転換だって。ドライバーの仕事は車の潜在能力を引き出して走ってやることだろう。突き詰めていけばその一言に尽きる。早く走るという目的の上で相手の車よりも勝っているポイントが一つでもあれば、その一つを武器に徹底して攻めるのみだ。今日一のやり方を思い出すと言ったのは、技術的なことだけじゃなく、そういう心理面を含めて二重の意味があったんだ。今日のバトルは中盤までで勝負の大半は決まっていた。引き離されずによく食いついたな。よくやったぞ。あとはゆっくりしてていいぜ。よかったな。俺、褒められたんすかね。
俺、本当言うと、いまいち納得できてないんすよね。涼介さんのアドバイスの意味が最後まで分かんなくて、考えてるうちに後がなくなって、反射的にブラインドアタックを使ったんで、本当にあんな抜き方でよかったのかなって。よかったんだよ、それで。涼介さんの言いたいことは、よ、お前個人のバトルだったらどんな選択しようが自由だけど、今は D の看板背負って走ってることを忘れないでくれな。いたいた、おい、たくみ、いや、ビビったよ。まさかライトを全部消して突っ込んでくるとは思わなくてさ、危うく俺マグロになるところだったよ。許してやるけどさ。ホームの端で突っ立ってるお前も悪いよ。およ、